はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にタリーズアロマエスプレッソ、このコーヒーをですね混ぜて飲んでみました。甘くないノンシュガーラテと書いてあります通り、まあ、砂糖は多分入っておりませんで、甘さは控えめでしたね。まあ、多分ラテですから、まあ、牛乳は入ってるんでしょうけども、まあ、牛乳の優しい甘さは多少あるかなと思います。甘いものが好きな人は砂糖とかを入れて飲んでもいいかもしれません。香りはですね、あー香りはラテって香りですね。もうカフェラテみたいな、そういう香りでした。生卵50個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。まあ、タリーズのコーヒーっていうのはどうなんですかね？美味しいんですかね？まあ、コーヒーの味とか香りがわかる通な人って、まあ、どれぐらいいるのかわかりませんが、分かった気になってカッコつけてる人も一定数いるような気もするんですけれども、まあ私は全くわからないので、どこのコーヒーも美味しく飲んでおります。で、最近ですね、まあ紅茶が続いたような気がするんですが、まあやっぱり紅茶よりもですね、コーヒーの方が生卵との相性はいいかなと思います。まあなぜ生卵にドリンクを混ぜてるのかというとですね、まあこれは後付けではありますが、まあ、生臭さを消すために混ぜてるわけですよ。なので、まあちょっとコーヒーだとインパクトがコーヒーの方が強いんですよね。味も香りもコーヒーの方がインパクトが強いわけですよ。存在感が。なので、紅茶だとちょっと味も香りも弱すぎて、特に味の方がですね、ちょっと弱すぎて、生卵感の生々しさを消してくれてない気がします。コーヒーだったらある程度消してくれてるので、飲みやすくなってると思いますね。で、なのでまあ、生卵を飲みたいけれども、生臭くて飲めないという時は、紅茶よりも、コーヒーを混ぜて飲んでみてはいかがでしょうか。ということで、現場から以上です。